すぎる。百均おもちゃ参戦。飛び出るハンドソープ。めちゃくちゃ可愛い。では押してみます。しっかりとハンドソープが出てくる。お手手をきれいに洗ってからご飯を食べよう。見た目も可愛いし、押すのが楽しい。手を洗う練習にもなりそう。ママごとサンドイッチ。箱がおしゃれで可愛い。横から簡単に開けられる。サンドイッチを一から作ってみよう。パン、チーズ、レタス、トマト、パン。全部重ねることができたら崩れないようにピックで刺すよ。サンドイッチの出来上がり。カラフルで美味しそう。ハム、レタス、卵サンドバージョンもあるみたい。2つ買えば組み合わせを変えていろんなサンドイッチを作れそう。ピックがついてるから崩れない。さっきしっかり手も洗ったし、いただきます。美味しい。くるりんオムライス。なぜかフライパンが入ってると思ってた。そうだよね、入ってないよね。卵、ご飯、ケチャップがついてるよ。卵が不思議な柔らかさ。レモンの皮みたい。フライパンがないので代わりにこれを使います。卵を作ってご飯を入れる。これで裏返すよ。せーの、よいしょ。ケチャップをかけてオムライスの完成。愛情たっぷりオムライス。今度はフライパンも買ってきます。みんなはどのおもちゃが気になった？コメント欄で教えてね。めちゃくちゃたくさん入った。キャンドゥで買った子供用お買い物カート、値段は550円でした。めちゃくちゃ可愛いので組み立てていきます。さあ、組み立てが苦手な私にもできるのでしょうか。カート横にステッカーを貼ります。くるくるするの楽しかった。説明が絵で箱に書いてあるから分かりやすかった。できた。20分かかってようやく完成しました。めっちゃ可愛くない？しっかりしてる。タイヤも回ります。ではもちもちボールが何個入るのかやってみましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40。さすがにもうパンパン。お、重い。もちもちボール40個入れることができました。これでもしっかり動きます。めちゃくちゃたくさん入った。お買い物ごっこや収納にも使えそう。550円でこのクオリティはすごくない？かなりおすすめ。じゃあ、お買い物行ってきます。3コインズのおままごとハンバーガーセットを買ってみました。3コインズなのに500円。ワンコイン。完全にハンバーガーセットより豪華。ポテト。太めのタイプのポテトだ。かわいいハートのワッフル。ハンバーガー。具沢山で美味しそう。玉ねぎ、トマト、チーズ、パティ、レタス。組み替えて遊ぶことができるよ。ポップチキン。ナゲットかな？あら、箱だけだった。残念。粘土で自分で作ればいいね。ソース缶。ナゲットソース的なことかな？この中も粘土やスライムを詰めたら楽しそう。ドリンク。ストローは繋がってるタイプ。スプーンとフォークとナイフがついてるよ。ワッフルいただきます。パク。美味しい。百均にもハンバーガーとカップポテトとかそれぞれ単品では売ってるけど、ナゲットやカトラリー類、それに何といってもトレーがついてることってなかなかないよね。ご飯を運ぶお手伝いの前にこういったおもちゃで運ぶ練習をすることができる。好きなものをトレーに乗せてウェイトレスごっこをしてみよう。ではハンバーガーいただきます。美味しい。こんなにたくさん入ってて500円はコスパいいよね。お待たせしました、ハンバーガーセットです。キャンドゥのおもちゃがリアルで可愛すぎる。ミニレジスター990円でした。中身はこんな感じ。ネジ回しが必要。単三電池別売りで2本必要です。ガシャンとはめるだけ。レジのこの部分は電卓になってます。結構大きめの音が鳴る。カードも入ってた。しっかり裏表あります。かわいい。ここに差し込むことができる。ではこちらの商品ですね。光るって書いてあるんだけど、どうやったら光るんだろう。ここを押しても光りません。あ、ここじゃなくてここのボタンを押すと光るんだ。なのでここのボタンは関係ないみたい。300円です。おお、勢いがすごい。謎の20円玉がある。2円もあります。日本の硬貨ではないっぽい。グローバルですね。めちゃめちゃリアルで、計算もできるこのレジスター。可愛いなって思った人は、チャンネル登録。よろしくね。3コインズのごっこ遊びボックスを買ってみました。3コインズなのに500円だったけど、5コインズ。中身を見てみよう。パッケージを外すと、こんな感じ。種類は4種類あって、キッチンとかも可愛かったんだけど、ちょっと淡い色であんまり美味しそうじゃなかったので、工具セットにしてみました。中身は、じゃじゃん。何これ。おー。
なんか謎のゴミみたいのも入ってた。組み立てたらこんな感じ。めちゃくちゃ可愛い。ここを回すと全部がつながって回る。ネジを締めたり、トンカチで叩いたり、ペンチで緩めることもできる。ノコギリも可愛い。好きなところに収納もできて、これアレンジすればキッチンとしても遊べそうだよね。そして片付けるときは外して、解体して、箱の中に戻すだけ。よし、お片付け完了。これを使って粘土遊びとかしても楽しそうだよね。ただこれを組み立てるときちょっと力がいるかも。子供一人だと組み立てるのが難しそう。片付けも楽ちんで可愛くていいね。じゃじゃーん、ダイソーのお医者さんセット。ピンクと青で入ってるものが違うみたい。オープン。こんなにたくさん入ってるの？まずこっち側からいろんなものが入ってました。試験管立てっていうのかな？と、このピンクのハートは何だろう？かわいい。なんか置いたりするケースかな？これなんだろう？タイマー？わからないものがいっぱいある。気温を測るものですかね？ハサミ。これは注射器かな？あ、音が鳴る。右側を見ていきます。聴診器。ちゃんと首にかけることができて、ハートのマークが可愛いです。あれ、同じ温度計が入ってた。同じじゃない。魚と鳥さんの温度計が入ってます。そしてこれも同じかと思いきや、形と色が違う。絆創膏。これは硬いので、こんな感じで乗せるタイプですね。ネーム、ジェンダー、メモ。ネームカードが入っていました。何これ。全くわからないんだけど、これは何だろう。そしてメガネが入ってます。ということで、こんなにたくさんのセットが入って500円。はい、じゃあちょっとお腹の音聞かせてね。うん、大丈夫そう。次はチクッとするよ。はい、よく頑張りました。バンドエイド貼っとくね。これで元気になりますよ。お大事に。みんなもお医者さんになりきって遊んでみてね。韓国のダイソーで買ったベイビーシャークの折り紙、折ってみたいと思います。まずは折り紙を半分に切って顔の部分から作っていきます。切ったものを半分に折ったら、上を三角に折って、この赤い線のところをハサミでちょんちょんって切ります。そして、このちょんって切った部分を折って、角みたいなところを作ります。で、下を折ったら、お顔の完成。次は体の部分を折っていきます。またね、三角に折って、それを半分に折って、先っちょをちょろりんって、ギュニョンってやったら尻尾の部分が出来上がります。で、その尻尾をピョンって折り返すと、ちょろりん、ちょろんってなって、合体させたら、完成。かわいい。ベイビーシャーク以外にも6種類の折り紙が入ってるよ。韓国のダイソー行った時はぜひゲットしてみて。顔を描けば普通の折り紙でも作れそう。キャンデュー新商品ってやろうと思ったんだけど、買ってから結構時間が経っちゃったので、もう新商品じゃないです。すいません。本物みたいな音が鳴るおままごと炊飯器、どんな音が鳴るのか楽しみ。660円でした。炊飯器、茶碗、ご飯、お箸、2000、しゃもじがセットになってるよ。このしゃもじかわいい。うわー。電池を2本入れます。よし、ご飯を炊こう。パカッと開けて、お米を入れて閉める。どんなリアルな音が鳴るのか楽しみ。いきます。え、そういうこと？なんかもっと音楽とか流れるのかと思ったらサイレンっぽい音。ご飯を炊いてる時の蒸気の音はすごく再現度が高かったですね。じゃあ炊けてるのか見てみよう。はい、ほかほかご飯が炊けてる。ご飯をすくって、で、よいしょ、お茶碗に盛り付ける。では炊きたてご飯いただきます。うん、美味しい。ご飯粒も残さずピカピカ。ごちそうさまでした。炊飯器はこれぐらいのサイズ、めちゃくちゃ可愛い。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。